次、小寺勇さん、浜田の小寺ですわ。天ヶ崎の人なら分かりません。浜田には小寺という名前たくさんありません。その浜田の小寺のおっちゃんですわ。季語のない俳句はありやって言い出したんですね。で、季語を入れるのは絶対あかんと言ってた、挙手にしたら破門するんですよ。そういう破門されるような、日野僧正という優れ者がおりまして、で日野僧正を慕う人が、若い衆がいっぱい集まるんですね。でいっぱい集まって、一つの俳句雑誌ができるんです。その俳句雑誌の名前が帰還ですわ。下の句の4行目に無芸でも帰還の残党パリーサイという句があると思うんですが、帰還ですわ。軍隊の帰還でんな。でその帰還というグループが、昭和の15、6年かなに出るんですね。でその弟子ですわ、小寺勇という人は。そして、俳句を書いてたんですが、戦争に取られるんですね。で取られていった行き先が沖縄ですわ。ですから小寺勇さんは一兵卒として、あの沖縄の、とんでもない地上戦に行くんですね。でさすがにその時の句はね、表に出さなかったんですけど残してましたですわ。でひっそり読みましたら、やっぱり、ね、手榴弾を持ってうろうろしたとか、友達を捨てて逃げたとかいうような句をやっぱり書き残してましたですね。でもそんなことを口にしたことない。彼が言ってたのは、左側にから出たかな、忘年会何ぼ言うても文化はノーですわ。ねえ、でほとんど何でもいろんなことをしゃべるおっちゃんでして、家近いんですよ、浜田やから。自転車でひょくひょく乗ってね、ひょくひょく来てね、夜おい、やりもう店閉めえ、私本屋のおっさんやってもらうのに、はい、店閉めえ言うてシャッと下ろさせて引っ張り出すんで、喫茶店でビール飲む。で私はコーヒー飲んで、それ付き合いながら、その日野僧正とか戦中の俳句の話をいっぱいするんですね。でその季語なしの俳句というところが、すごいところでありましてね、戦争が廊下の奥に立っていた、この句の作者は渡辺白泉と言います。白泉、白い泉です。渡辺白泉といって昭和14年にこの句を書いて、憲兵に捕まって豚箱に放り込まれて1年間豚箱に入ります。で大変ひどい目にあって、戦後、もう俳句の世界に出るの嫌やって言って、俳句は書き続けるんですけれど、隠れるんです。でこの渡辺白泉を、師匠やと思う俳人も残ってくるんですけれど、今日野僧正はもう言ってみれば、この渡辺白泉とか、日野僧正は関西の人です。渡辺白泉はこの時は東京にいてありました。だからいろんな人が、こういう、本家に逆らうような季語のないような俳句を書いて捕まるんですわ。兄弟俳句事件っていうんです。兄弟俳句という名前で、兄弟の生徒ばっ学生ばっかしではないんですが、それを中心にした俳句グループができるあるんですけれど、それが十数人捕まるんです。同時に川柳も捕まる。鶴明っていう、何だったかな、丸太になって帰ってきたとかね、とんでもないことそのまんま書いて、確か極死ですわ。川柳の方が直接的ですんで、殺されたんですね。でそれに近い目に多分あったんでしょうね、白泉も。だから文学は怖いっていうことを残したらしいんですね。書くことによってどんな目に遭うかもわからないっていう意味ですね。考えてください、昭和14年にですよ、こんな句書くんです。この句よく読んでみてください。戦争は戦場ではないぞと言ってるんです。廊下の奥で、向こうの方で戦争をたぶらんでるやつがおるぞというんですね。ねえ、
長い長い廊下の奥に誰らが集まって戦争作戦してるわけですよ。で、そういう人たちが責任取らずにもろもろ出てきたということは、皆さんもあちこちで話聞いてあると思いますけど、このたったこの17音で戦争が廊下の奥に立っていたということを象徴的に言ってるんです。我々俳人の中でこの俳句はどういったらいいんでしょうね。もう忘れてはならない句としてみんな抱えております。無名でも悲観の残党パリーサイっていうのが名句やな言うて、感心してるんですけど、その右隣見てください。悪いこと言わへん風なら寝るこっちゃ。こんなもん自分の苦衆に印刷するんですよ。悪いこと言わへん風なら寝るこっちゃ、誰でも言うてません。大阪のおばちゃんみんな言うてました。それを俳句として書くというこの根性、これがお寺のおっちゃんのすごいところでありまして、無名でもという俳句の世界で名のある人として残ったんではない、あくまで下町の俳人小寺勇のまま亡くなりはったんです。でもこういう立派な句集を持ってくれて、賞までもらって誠にいい人生であったではないかいなと、僕は、小寺のおっちゃんに対してはよかったねっていう気持ちでおります。あのね、安田さんがね、それこそね、私の家のね、3分もかからないぐらい近所のおっちゃん、おじいちゃんですわ。で、私、本屋やってましたんで、本屋は25年かな、出屋敷でやってたんで、いろんな人が出入りしてくれるんで、顔見知りのおじいちゃんがふらふらやってきて、あのちょっと見てくれへんって言って差し出した原稿用紙にね、確か3枚ぐらい一行受けに書いてたから、30句以上50句ぐらいやったかな。それが今お手元の手書きの原稿があると思うんですが、それではなくてそれの元になったもんですから、もっと俳句らしくない、もうやたらに事実のありのままを書いてるんですよ。コンボイだとかラーゲリだとかね、そのシベリアのこといっぱい書いてある。それ読んだらね、俳句ではないんだけどこのうちは何やねんと思って、シベリアに何年おったんって聞いた。確か3年って言ったから、その時の私のショック、何がショックであったかと言ったら、ご近所でおはようさんっていう程度の挨拶をする程度と、名前もはっきり知らないしお住まいも知らない、でもただ単なるご近所のおっちゃんですや。そのおっちゃんが実はシベリア帰りであったということを知った時のショック、ということは今まですれ違った人の中にどんな人がおったかわからないということと一緒でしょ。ね、この人がこんな人やったっていうぐらいだから、どこですれ違った人もどんな人がどんな人生を送ってきはったかわからんわけですよ。ということは失礼なことをこちらがやったかもわかりませんや、ね、偉そうなこと言ったかもわかりませんや、相手がとんでもない経験をしてはる人に。ね、その、安田のおじいちゃんはもうニコニコしたいいおじいちゃんがおでした。でそれで、目の前に、出された。で言葉をなくすんですね。途中半分ぐらいでやめました。あまりにも内容がつらい重いんですもん、ね、これはどうしようかなと思いまして、で、これをいわゆる俳句の形に、どうやって、作り直したらいいのか、さすがに僕も悩んだんですよ。そのシベリア帰りのこの安原のものを見せられた時に、俳句にはなってない、俳句にはなってないけれど俳句にせないかという悩ましい、ところで、
みんな違う人生、違う考え方をしてきてるんですよ。だから言葉の持っている意味がみんな違うんです。俳句というのは、季語は大事だって言います。季語は大事。変ですね。教科書見てください。桜は春の季語って書いてあるんですよ。ね、でも沖縄の桜祭りは1月25日ですわ。札幌の花月の桜祭りは5月5日ですわ。でも小学生が持ってる教科書は北海道から沖縄まで一緒ですわ。そこに書いてある。花のといえば桜ってやって4月だから春の季語って書いてある。教科書間違ってましたよ。ねえ、だから季語っていうのは誰がいつどこで言い出したんやっていう、とんでもない話になるんですわ。ねえ、そういう俳句とはそもそもという話をどこからこの安田のおっちゃんにしたらええのか、まして一回りも二回りも二回りがあったか一回り二回り近いな、年長の人に偉そうにあのねっていうのは言いにくかったんですね。でただ言いました、話として、季語が大事だろうということはそれこそ誰も日本人なら知ってますんで、季語なんか知りませんしって言うんですよね。そりゃそうやろな。で、ね、なんで季語が言えるんだったら言うんです。この話するだけで1時間ぐらいかかりますから、やめますけどね、単純に言いますわ。季語っていうのは言い換えたら陶器なんです。今なんです。今目の前にあるものを見て、自分の心の奥底にあるものと響き合ったら初めてその俳句はいい句になるんです。できた句になる。ということは今の風景と今ではない作者の中の諸々の思い出とか思いとかそういうものと響き合った時に言葉が出てくる。例えばその花、桜っていうのは俳句の世界の、季語の代表選手です。でも今私が桜はなって言ったらここにいてはる皆さん方みんな頭の中に浮かぶ花は桜は全部違うと思うんです。いつどこで誰と見たかというの個人個人の中で桜のいい風景が残っているはずです。だから桜といえば共通語になってるからなってないです。ただその桜という言葉でお互いの違うものと違うものがつながっていってる。どこまで想像力を働かせるかっていうところですね。そういうことはシベリアのことをそのまま書かれたってそれは俳句ではない。でも安田さんよ、なんで俳句なのって聞いたんですよ。それまで安田さんは、シベリアのことを恨みつらみですね、僕たちは機敏だ、捨てられた民だ、ね、シベリアに引っ張られた時にスターリンが引っ張ったのかどうか知らんけどそれを知らんぷりしたんやろ国はっていう恨みつらみがあるわけですよ。そしてシベリアでとんでもない目に遭ってるわけですよ。だからその恨みつらみは朝日新聞にずっと投稿してあった。でそれも見せてもらいました。で挙句の果てにいい年になってですね南部新聞にこういう、投書してそうやなって言ってもらっても、まだ自分の中では納得できない。で自分は喋るの下手だし文章を書けないし絵も書けない、俳句なら短いから書けそうな気がするから教えてってきたんですよ。だから何とかしてやりたかった。それなりの雑誌の活字になってるやつもあるんです。でも今日は安田のお茶の句だけは自筆のまま皆さんに見てほしかったんです。他にもいろんな句を書いてあるんですけれどね、まあ読んでみたらたまりませんね。気がつけば捕虜になってたというような句があるんですね。日本に帰れる思って貨物列車に乗せられるんですよ。で途中でふっと気がついたらこの汽車北向いてるで、でシベリアに送り込まれる。
わけですね。でシベリアというところが遠いところだったかっていうのは、例えば並び寝て毛布めくればシビとなり、一緒に寝た朝になったら死んでたんですわね。拝みつつすまぬすまぬと冬木はご寒いんですね。寒いから友達がなくなったら友達で着てた毛布を取るんですよ。もう地獄ですよ。ねえ、軍より死のそばにいる冬の月ですわ。いて袋を滝木のごとく運ばれるんですね。死体がカチンコチンになってるから、もう木を運んでるみたいだって言うんですね。戦争というやつは記憶と記録なんですよ。だから、安田さんに俳句というものは言葉というものはね、全部説明しようとせんとこうっていうふうに言い続けたんですわ。私流の我流の書家でも何でもございますね。先競う千草の丘に墓地すさぶ。安田さんはシベリアの遺骨収集の旅に出会うんですね。んで行きますと、何回も行ってますとね、だんだん向こうの風景も変わってくる。で、これね、何だかな、すすらんではないわ、なんかの花が綺麗んですって、その墓地があってたらあったであろうというところに。だから非常に綺麗な景色になってんだけど、この下に我が同胞、そういう人の骨があるかもしれないっていう句ですわ。次、万肉や祈る命を全うする。おっちゃん、安田のおっちゃん、最後は103歳まで生きられたんですけど、一日一日を大事にしてあったのはよう分かります。その時の心情ですね。はい、次、友よ来よ、たむけし霊酒回し飲む。あの、何回か行った最後に、これが最後かもしれんなって言うて行った時、このまんま酒持って行って、どこに自分の戦友が眠ってるかわからんとこで、酒をまいて酒飲んで、別れをつけたんですね。それでその時にね、酒飲みながら、出会わすんですよ。で、もうこれが最後だよなって言った時に、皆さんから聞いたんですけどね、ふっと気がついたらね、全員その男たち、じいさんばっかしですよ。そのじいさんたちばっかしがね、歌を歌い出したんです。誰が歌を言うたわけでもないように歌ったんです。ありがとう。この話聞いた時ね、やっぱり僕泣きました。で、ウサギ追っかけたりね、船釣ったりしてまへんねんね、今の時代。でも何でしょうね、この歌は。で、この歌はたまりませんね。で、これをそのおっちゃんたちが現地で歌ったっていうのは染みますね。これは記録とちゃうんですよ。記憶なんですよ。こういう記憶は消えていくんですよ。だから残さなあかんと思いますね。私もええ年になってきたんで、こういう機会を今回で最後かなと思ったりしながら、やっぱり、
語っておきたいなっていうのは、こういうことがあるんです。それってね、それだけ辛い思いをした安田さんが、これ昨年だったと思う、昨年の新年の俳句ですわ。千万の世界の友よ、初日の出、もろもろの恨みつらみを忘れよう、世界中みんな友達になろうよと言ってるくるだろうと僕は思うんですね。これを100歳にして書いたんですわ、すごいなと僕は思いまして、安田さんの冥福を祈りたい。その沖縄のことをしゃべるときによく安田さんに聞きに来てくれたんですよ。ご老体はなんでって聞いた。そしたら、僕は自分は中国大陸で地上戦体験してる、それは攻める側や、でも沖縄の人は攻められる側やろと、ね、だから地上戦がどんだけ辛いかということをよく分かってる。沖縄の人かわいそうだって言うんですよ、安田さん、ね、だからどう言いますか、やっぱりそういう書き言葉の世界ではない、話し言葉での世界の記憶の世界っていうのもやっぱり大事にしていきたいと思いますし、で書き言葉も話し言葉も言葉というものの力を信じたいです。